卵、砂糖を入れて、計量カップには牛乳とゼラチンを入れてふやかしておきます。ミキサーでよく混ぜます。電子レンジで約1分半温めてね。全部合わせてもう一度混ぜます。計量カップで型に注ぎます。そして冷蔵庫でよく冷やしてね。さあ、できたかな。2つに割ると中から卵そっくりなプリンがプルーン、プチプリンもプルルルルン。自由にデコレーションしてかわいいオリジナルのプリンをいっぱい作っちゃおう。とっても簡単、とっても美味しい。プルート卵プリン、かわいいパン作りましょう。こねこね、簡単。こねパンならお家でかわいいパンが楽しく作れちゃうよ。焼きたて美味しい。こねパン、かわいいパン作りましょう。こねパンならお家で楽しくかわいいパンが作れちゃいます。まずはこねパンポットに計量カップでパンの材料を入れて、蓋をしてハンドルを回してよく混ぜます。こねた後はオーブンでゆっくり発酵させてね。生地が発酵したら自分の好きないろんな形にこねこね。どんな形のパンができるかな。コロネに生地を巻きつけてクマのパペットパン。周りをカットして耳と目を乗せてゾウさんパン。ハート模様のメロンパンもできちゃうよ。パンの形を作ったらもう一度発酵させてね。生地をオーブンでゆっくり焼き上げてね。かわいい手作りパンの出来上がり。こねパンで作るパンは楽しさいっぱい。焼きたて美味しい。簡単楽しいパン作り、ハッピーキッチンコネパン。かわいいアイス、おいしいアイス、卵クリーム混ぜて混ぜて、いろんな形でシャキンと冷えたらかわいく出来上がり。簡単おいしい手作りアイスショップ。かわいいアイス、おいしいアイス、おうちで簡単にかわいいアイスが作れる手作りアイスショップ。まず生クリーム、砂糖、卵をアイスポットに入れてハンドルを回して約3分かき混ぜてね。いろんな形の型に流し込みます。冷凍庫で約2時間冷やしたらかわいいアイスが出来上がり。出来上がった生地をプチカップに入れてトレーにプチカップを並べます。
電子レンジに入れて約2分、ふわふわケーキの出来上がり。さあ、可愛くデコレーションしましょう。ホイップクリーマーを使えば、ほら、素敵でしょ。こんなに可愛いケーキがたくさん。全部美味しそう。迷っちゃう。さあ、プチケーキパーティーの始まり。可愛い、美味しい。ハッピーキッチン、プチケーキビュッフェ。動物のプチケーキ、お野菜のプチケーキもね。ハートのチョコポットでかわいいチョコ作っちゃおう。チョコを溶かして型に流して、かわいいプチチョコの出来上がり。かわいい、おいしい。トロリンハートのチョコポット、フォンデュもできるよ。トロリンハートのチョコポットでかわいいチョコ作っちゃおう。作り方はとっても簡単。始めます。まず、材料のチョコを細かくしてチョコポットに入れます。スイッチオン。蓋をして温まるのを待ちます。その間にトレーの準備。チョコが溶けてきました。スプーンでゆっくりかき混ぜてね。スプーンでチョコをすくって型抜きトレーに入れます。あとは冷蔵庫に入れて冷やしてね。さあ、チョコの出来上がり。できた。とっても可愛いね。チョコフォンデュもできちゃう。スティック付き。可愛い、おいしい。ハッピーキッチン、トロリンハートのチョコポット。チョコカップシリーズもいろいろ。プレゼントにもぴったりなラッピングキットもついてるよ。ハッピーキッチン、女の子のためのクッキングシリーズ。プルンプルンプルルン、卵プリン。卵そっくりのプリンが簡単にできちゃうよ。可愛くて美味しい。プルンプルンプルルン、卵プリン。プルンプルンプルルン、卵プリン。プルンと卵プリンで可愛いプリンを作っちゃおう。まずピオボールに生クリーム、卵、砂糖を